秋葉武雄は、日本の外交官。外務省総合外交政策局長、外務審議官などを経て、2018年1月19日から2021年6月22日まで、外務事務次官。神奈川県出身。栄光学園中学校、高等学校卒業。1981年10月、東京大学法学部、第二類在学中に、 外務公務員採用上級試験に合格する。1982年東大法学部第二類を卒業して外務省に入省した。国際法課長、中国、モンゴル課長を経て、2012年北米局兼アジア、太陽州局審議官、2014年国際法局長、2015年総合外交政策局長を経て、 2016年6月7日から外務審議官。2018年外務事務次官。早期から外務事務次官候補と目され、外務審議官としては、北方領土の共同経済活動に関する日露、時間級協議などを担当した。2019年5月28日の川崎市、上りと通り間事件で、 外務事務官の男性が殺害された際は、河井近上皇自重長を通じて、上皇昭人、上皇后、三子夫妻から、同被害者の妻に対する懲意を伝えられた。2021年4月16日、外務事務次官の在任期間が1184日となり、佐藤栄作政権下での牛場信彦を超え戦後、最長となった。同年6月22日、退官。 同年7月7日、国家安全保障局長、ありがとうございます。